コウノトリカは、超高高の鳥目に属するとが、模式属は、コウノトリ属。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸南部、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、マダガスカル最大種は大ハゲコウもしくはアフリカハゲコウで、最大全長150センチメートルほどと、大型種で形成される。翼は大型で幅広い。ズグロハゲコウ。 レプトップタイロズ族、トキコウ族では頭部に羽毛がない。クチバシは直線的で太く長いが、いくつかの族ではやや湾曲し先端が上下へ向かう。アナスティマス族では、下クチバシが湾曲し上クチバシとの間に隙間がある。頸部は太い。草原、河川や湖、地層、湿地等に生息する。上昇気流に乗りながら旋回しゆっくり羽ばたきながら、 飛翔することもある。食生は動物食で魚類、両生類、爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類、昆虫類、甲殻類、殻類殻類貝類、動物の死骸等を食べる。繁殖形態は卵性で主に樹状等に木の枝を組み合わせた巣を作り卵を産む。オスはなく、くちばしを打ち鳴らす等の行動でメスに求愛する。 私有とも放乱やひなの世話を行う。シュバシコウは農耕地等にも生息し時に民家の煙突等に巣を作ることから人間に身近な鳥とされる。そのため幸福や多産の象徴として大切にされた。スイス等のヨーロッパの一部ではこの鳥が赤ん坊を運ぶという伝承も生まれた。オ大ハゲコウはゴミを漁ることもある。開発による生息地の破壊により、 生息数が減少している種が多い。コウノトリのアシュ日本コウノトリも乱獲や生息環境の破壊により、明治時代以降生息数が激減し、日本に分布していた個体群は絶滅している。ありがとうございます。